品川運転所で入れ替え作業を行うで11,045国鉄で11系ディーゼル機関車は日本国有鉄道が設計、開発したディーゼル機関車である。2008年現在、東日本旅客鉄道2000番台の出力、増強型が日本貨物鉄道2000番台、2000番台の低層オ型が在籍し、それぞれ入れ替え用として使用されている。 1960年代後半当時、折からの高度経済成長に伴い、鉄道貨物輸送量は増大していたが、貨物ヤードでの貨車入れ替え、特に半歩押し上げ作業においては、DD13 型など初期型のディーゼル機関車では、原引力及び制動力の不足が露呈しており、引き続き蒸気機関車を使用せざるを得ない状況となっていた。しかしながら、無煙化のためには、 新たなディーゼル機関車の開発が必要であり、1966年に入れ替え、試線兼用ので自由型が開発された後、これをベースに1967年に今後の思い入れ替え機関車の原型となるで1901が試作され、その運用結果をもとに思い入れ替え専用機関車として登場したのが本形式である。本線上での客車牽引を考慮していないので、 蒸気発生装置は搭載されていない。その多重連総括制御機能と総括制御の回路を構成するのに必須のジャンパ線の省略などがなされている。また、車輪の空転による牽引力の損失を防ぐために、粘土側にはコンクリートブロックによる支柱が搭載されたことなどで、事長はデジュー経営のトンから七十トンになった。外観ではデジュー型で、 正面で着てスリブに引っかかっているように装着されている充連用ジャンパ線がないことなど以外、デジュー型とほとんど同一である。なお、側面の車両番号表記位置は2種類あり、タブレットキャッチャー非装備の車両は、白帯上にタブレットキャッチャー及び保護板を装備していた車両は、デジュー型と同一にある。 で、1111985 11年8月25日、ス田機関区公開時撮影1967年より製造されたグループで65両が日本車両製造、汽車製造、川崎重工業で製造された。申請後は、新鶴見機関区や大宮機関区、ス田第一機関区など、反復作業を行う操車場に隣接した機関区に集中配置され、 それまで使用されていた D51 型や9600型を置き換えることで大都市均衡の無縁化に一役買った。1984年1月末までは半表仕上げなどの思い入れ替えを中心に一部ローカル線で貨物列車の牽引に使用されていたが貨物輸送システムの改革によるヤード作業の中止に伴い DD13 型とともに 貨物駅や運転所の入れ替え用に転じた。その後、1987年3月までに、ほとんどの車両は廃車され、44.5355号機の3両のみ、JR 東日本に継承されたが、1990年までに廃車された。1969年より46両が日本車両製造。 川崎重工業で製造されたグループでエンジン出力が従来の 1250PS から 1350PS に向上された。このうち川崎重工業製の1032の1045号機は、汽車製造大阪工場を引き継いだ川崎重工業、大阪工場で製造された。例番台同様、各地のヤードに隣接した機関区に配置され、思い入れ替え用のほか、 四川区の小貨物列車などに使用された。この内線30.1031線35.1046号機の4両については、創車場での入れ替え作業自動化を目的として、自動無線操縦装置を搭載し武蔵野創車場で使用された。実用化の目処は立ったものの、1984年の貨物輸送体制の変化により、創車場での 入れ替え作業そのものが全廃されたため、後に SLC 装置は撤去された。例番台同様、1987年3月までに、ほとんどの車両が廃車されたが、重量が JR 東日本に継承され、田端運転所に配置されて、首都圏の運転所での客車入れ替え用に使用された。その後、宇都宮運転所に転属したが、客車列車の減少によって廃車が進み、 2019年4月、現在は1041が高崎車両センター、高崎支所に配置されるのみとなっている。2016年に廃車された1031号機は、大宮総合車両センターでの入れ替え用にスピーカーを取り付け、連結機を相当連結機に交換していた。最近廃車になった車両のうち、1045号機は2010年6月30日付で、廃車された後に、 本形式としては初めて JR 貨物へ譲渡された。また2012から2013年にかけて1029.10321034号機も譲渡されている。1974年に日本車両製造で製造された低騒音対応の試作車である。必要最小限の防音対策として、車音材による機関室の防音などが行われている。 排気音低減のために運転席床下,下に大型の排気消音器が設置された関係で従来第一エンド側にある煙突は第二エンド側に変更された。また、日本のディーゼル機関車としては初めて運転室に空調装置が搭載された車両でもある。名義上は宇都宮運転所配置であったものの、茅ヶ崎運転苦情中で清晶貨物駅の入れ替えに使用されていたが、 同駅の貨物庫希廃止に伴い2000年に廃車された。その後、高崎線、倉賀の倉賀の駅貨物基地間の貨物運送を担当する高崎運輸が購入し、同一車両番号で2004年頃まで使用されていた。しかし、重度の機関系のトラブルで運転不能となったことで、大宮総合車両センターに移動した後は放置され、2005年3月、解体された。 1979年より製造されたグループで4両が日本車両製造、川崎重工業で製造された。本番台は住宅地に立地する横浜ハザー駅周辺の騒音対策として1901をベースに、さらに防音を徹底し、車音材による防音や機関室の密閉、大型排気消音器の採用、ラジエーターの第二エンド側への移設と容量拡大。 送風ファンの形式変更、外観上の特徴でもある足回りの防音スカートの装着などの改良がなされた。その結果として、車体長は通常型より2メートル以上長くなった。2018年現在、新鶴見機関区川崎発出に4両が配置され、東海道貨物線の横浜羽沢駅及び、相模貨物駅の入れ替え並びに小運転に使用されている。 また、以前は、相模線の貨物運用があり、同線における、相模鉄道向け講師車両輸送も本機が担当していたが、で11-2003が、相模貨物駅入れ替え専用動車となった関係で、現在では新鶴見機関区川崎発出所属ので10が、主に担当に当たっている。1900番台と同じく、日本車両豊川工場によって、設計、開発され、 1970年代に同メーカーが製鉄所向けに製作していた防音系ディーゼル機関車と構造上の共通点が見受けられる。老朽化のため JR 貨物所属機は DD200 型に置き換えられていく予定である。ありがとうございます。